今回はですね、アメリカのメーカーでファンコさんから2019年の秋に発売されました5スターというシリーズのシャイニングのジャックトランスのフィギュアをご紹介したいなと思います。元はね、どうやら9ドルということで、私はですね、アメリカのアマゾンで購入して送料入れても2000円ぐらいでしたね。で、今現在少し値上がりしてるみたいなんですけど、まあそのうちまた安くなると思いますね。まずはね、パッケージをね、見ておきますかね。まあ正面はね、ホラーという文字が大きく映えますけども、ウィンドウパッケージなので中の様子が見えますね。で、サイドには5スターのロゴと、裏面にはね、同じ時期に発売されたこの5スターというシリーズの一覧が載ってますね。一つが映画ハロウィンのブギーマンことマイケル・マイヤーズですね。そしてこれが資料館シリーズのアナベルですね。あの資料館の一作目は本当めちゃくちゃ面白かったですね。で、これも資料館シリーズのキャラクターなんですかね。僕これ見てないんですよね。で、今回のジャック・トランスということですね。まあ、あとはロゴばっかりが入っていて、正面はね、マジックテープになってるんで、開けると中が見れるようになってますね。今回はね、斧とね、タイプライターが入ってるんで、楽しみですね。まあ、開けてみましょう。プラボックスにね、ちょっと固定されてますね。取り出せるかな？やめた方がいいか。これ、切らないとダメなのかな？あ、切ろう。あ、取れましたね。はい。あ、取れるね。オッケー。ということでね、開けてみました。商品はね、3点入ってますね。ジャックのフィギュアと斧と、そしてタイプライターですね。まあ1個ずつ見ていきますかね。ジャックから見ていきますかね。回しながらね。僕このファンコさんのね、5スターというシリーズは初めて購入したんですけどね、なかなかね、可愛らしい造形で、顔はね、あんまりジャックニコルソンっていう感じではないですけどもね、くるっとした可愛らしい作りですね。まあ、髪もね、綺麗なこう曲線があっていいんじゃないですかね。こういうのも髪は結構ふさふさしてますね。で、おでこにね、あの階段降りた時の、まあ、ウェンディに殴られた傷がついてますかね。胴体が、コーデュロイの上着はね、あんまコーデュロイ柄ではないですけど、まあジャンバーっぽいですよね。インナーにはね、青のチェックシャツだったんですけど、まあチェック柄は彫り込んではありますけど、柄は見えないですね。後ろも比較的のペットした作りで、パンツはね、ジーンズだったんですけども、ジーンズもね、あ、なんか程よい色合いですね。靴もそんなに特別なことはないですか。でもいつものね、ジャックのフィギュアと同じような色のブーツをね、ここも特別ありませんかね。裏面もね、いつものような形で、まあ比較的可愛いな。可動がね、なんか5スターシリーズって3箇所ね、可動があるみたいで、その可動を見ときますかね。まずね、首がね、ぐるぐる回るみたいですね。あ、これもね、1回転しちゃうね。1回転しちゃう。あとは腕がこうバンザイしたりとか、まあ、顔が邪魔で手回んないけど、こういう可動ですね。腰とかはね、回らないのかな。腰回らないですね。足も回らないし、まあ、この肩の関節と首の関節だけですね。可愛らしい。そしてね、今回も斧がついているということで、この斧は右手に持たせられるということですね。あ、いいですね。ちょっとこんな感じでね、可愛らしい。なかなか可愛らしいですね、こうやって見るとね。そしてね、今回ちょっと僕これ購入するこの踏ん切りはね、タイプライターがついてるってことですね。フィギュアでね、タイプライターがね、商品化されるっていうのはね、12インチのジャック・トランスのフィギュア以来なのかな。で、今回僕のうちにタイプライターのフィギュアがやってきたのは初めてでございまして、これが楽しみでちょっと買っちゃいましたね。劇中に登場したのはドイツにあるアドラーという会社のね、タイプライターが劇中に使われたそうで、機種としてはユニバーサル39という機種で、ちょうどね、2001年宇宙の旅と同じ1968年にね、発売された機種らしいですね。なかなかね、可愛らしいですね。小さいですけどね、とても小さいですけども、よくできてます。で、タイプライターにもね、ちゃんとね、文字がね、書かれていて、見えるかな。あー、見えるね。オールワーク&ノープレイメイクジャックダルパ多いって書いてありますね。ね、ちゃんと読めますよね。ね、まあこういうね、芸の細かさね、金具のね、表現とかもちゃんとしてるしね。あの作りはね、結構その劇中のタイプライターのイメージですね。本当はね、このね、上のくぼみの部分ですね、ここの部分は本当は黒かったですけども、で、あとここにね、アドラーって本当はね、ロゴが入ってるんですけど、結構劇中をね、模した感じで、まあね、これいいですよね。なんかこうジャックっぽいじゃないですか。こうやってね、こうやってね、あ、いいな。いいですね。嬉しいですね。タイプライターが手に入るっていうね。まあそんなとこかな、今回ね。あんまりね、見どころはないけども、まあタイプライターが手に入ったよっていうことと、可愛らしいジャックがうちにまた、可愛らしいジャック何体目かな。まあいいんじゃないですかね。サイズはね、7.8 センチとかって書いてあったかな。ちょっと今手元に定規がないんであれですけど、まあ8センチ弱という大きさですね。まあこんなもんですか。いいね。かっこいいこれ。可愛らしい。何気にあれですよね。キューブリック関係のフィギュアで言うと、ジャック
ックのフィギュアが一番多いかもしれないですね。特にね、ファンコさんから発売されてる双子とかもね、含めるとシャイニング関係全般でファンコさんから発売されたっていうと、もう余裕で10種類以上出てますもんね。15ぐらいあるのかな、限定版とか含めたら全部で15ぐらいあるのかもしれない、もっとあるのかな、ね、ファンコさんなかなかね精力的にこのシャイニングをねフィギュア化してくれてるんで、今後誰ですかね、グレディのお父さんですね。フィリップストーンが演じましたグレディのお父さん、トイレの中でねキュウリさんを務めてジャック・ニコルソンのねお洋服をねこぼしたドリンクを拭き取っていたグレディのお父さんですね。フィギュア化してほしいですよね。そんなとこですか。はい、今回もありがとうございました。